はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、白長須島への帰還、任天堂スイッチ版が、ちょっとね、なんか大ピンチというか、おかしな状況になっているので、ちょっと紹介しようかと思います。まずはね、これ、ルーム6っていう、ツイッターのアカウントの方がね、ルーム6からのお知らせ、弊社、移植開発タイトル白長須島への帰還、任天堂スイッチ版につきまして現状の報告ということでね、ツイートがあって、そこにこうあるリンクをたどってみると、弊社移植開発タイトル白長須島への帰還、任天堂スイッチ版につきましてって、こういう見えないのかな、これは見えるかな、見えないのかな。こういうね、サイトが出てくるんですけども、この度弊社で移植開発いたしました白長須島への帰還、任天堂スイッチ版におきまして、作者様の意図と異なる演出表現や、不具合が含まれていることが判明いたしました。お買い求めいただきましたお客様、大切な作品を弊社に預かってくださった、鬼虫兵庫様に、多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。いろいろ書いてあるんですけども、いろいろとね、想定外のバグがあった、不具合があったということで、ただ、これをね、パーッと見てみると、一応ね、クリアはできるって書いてあるんですよ。またゲーム、ちょっとバーッと読みと、これ、リンク、概要欄にリンク貼っておきますので、そちら見ていただければ、全文は読めるんですけども、またゲーム内で一部進行に関わる不具合がございます。通常プレイでは発生せず、特定の動作をした、際に、再現することが分かっており、現在対応進行中です。今回の経緯や際や、そんな感じでね、一応クリアはできるんだけども、いろいろおかしいことがあるというのが現状の状況らしいんですよ。でも本日発売なので、店頭にね、今あるものっていうのは全部この不具合の状態だし、昔で言うとね、回収、再販みたいなね、流れがあったりとか、もしくは買ったものの交換対応とかあったと思うんですけど、今はもうね、アップデートしていく時代なので、売ってるものはそのまま売り続ける、で、更新があればその時更新される感じなので、回収はないから、いわゆるこの今不具合が出てるものっていうのに、ね、対して、コレクター的な観念でいくと、不具合が出るからといって、それがこう買ったからといってね、プレミアになるとかそういうものは全くない、回収されるとかないんだけども、ただ少なくとも、今クリアできるものがあって、それをなんだろう、こう作者の意図とは関係なく楽しめる、いろいろなものが見れると。で、治ったものもいずれ見れるので、こういう、ね、二重構造の、ね、ゲームになっているのかなというのがちょっと一つ気になったところです。で、これね、ちょっ と、ツイートいろいろたどってみると、たどってみるとっていうか、作者様の、アカウントの方では結構いろいろと、この2日間ぐらいの間にね、いろいろと問題が噴出している経過が分かるようになっていました。ちょっとツイッター辿ってるんで、ちょっと待ってくださいね。スタートはここかな。これかな。とりあえずスイッチのゲームが、鬼虫兵庫さんのね、こうアカウントですね。はい。で、とりあえずスイッチのゲームが届いてテストプレイしているけど、まともに動くスイッチ版を触ったのはこれが初めて。ざっと見た感じ、序章だけでも細かい箇所で20箇所以上直さないといけない部分がある。多分全体だと200箇所は修正点が生じると思う。なんとか、全部指摘して、早めにアップデートで対応してもらいますって書いてあるんで、アップデートのアップデートなんで、修正版ができたら、差分のなんかファイルが送られて、ネットつないでね、送られてきて、それで治ってるってね、そういう状態を表すんですけど、ただちょっとこの後ね、結構連投であるんですよね、いろいろと。例えば、おい、これスイッチ版テストプレイ1回もしてないでしょ、単純なミスの箇所が多いのはまだ許せるけど、普通にプレイしていたら分かる SE の当て間違い、不釣り合いな鳥の飛び立つ数秒の効果音が朝のシーンで延々とループ再生されるとか残っているのはさすがに切れるわ、仕事が雑すぎる。で、まだこれ続くんですよね。えー、ここ、
これが数ヶ月前とかなら理解できるが、ずっとテストの機会が与えられないまま、機会を与えないまま、結局スイッチパッケージが完成した後、送られてきたソフトを誰に言われるまでもなく、ただ念のためにチェックした状況で、このありさまだからひどすぎる。普通その流れで進行するならテストプレイとデバッグは完全に仕上げているもんでしょう。僕が作っている PC 版を通してのテストプレイだけでも4回は繰り返しているし、違和感を覚える場面はとことん直してできるだけ快適にプレイができるように努めている。まさかプロ制作でこんな雑なものを仕上げてくるとは思わないでしょう。PC 版構成しているときに、歌の長さとスタッフロールの尺が合わないのでどう処理しているか聞いたときに、エンディング曲をループしてスタッフロール流しているって聞いたときにもっと、強い危機感を覚えるべきだったと反省。というかその特殊な仕様も僕から聞かないと、普通情報が共有されていなかったんだからひどすぎる。思いのほかバグやミスが多そうなので、今回、今日一日、仕事休んで有給もらってバグチェックしていたけど、半分進む前にあまりにも稚拙なミスが多くて心が折れた。本当に悪いけど発売延期すべきだと思います。世の中には出すクオリティに達していない。明日中に全部修正できるならいいかもだけど無理だろうし、でかいミスだけでもまず BGM がループ定義ファイルを無視して適当な箇所でのループになっている。選択肢が消えない箇所がある。 BGM が消えるべきシーンで BGM 残り続けている。キャラの切り替えやフェードアウトではなく瞬間非表示になるなどの違和感などなどで、まだ前半までで37箇所の指摘点。このような未完成なゲームが世に出る可能性があるのならば、真面目に僕が構成した Steam 版の同時リリースを検討してもらいます。まともなゲームがしたい方であれば方は、まずはそちらを遊んでもらった方がいいと思います。現状ではスイッチ版はとてもおすすめできません。窓越しのセリフや電話口のセリフとかにもエフェクトをつけないそのままのボイスを使っていた時点で ADV アドベンチャーの細部への意識の欠如を感じ取るべきだったかもしれない。というかスイッチ版からはディレクター、鬼虫兵庫の名前を外してほしいです。少なくともスイッチ版は僕がディレクションしていないので、普通にスイッチ版が届いた方はどこがおかしいのが、か気になる方はざっと序盤だけでもプレイしてみればいいと思いますよ。多分普通の人でもおかしいと思う箇所が20箇所は見つかると思いますので、さっき言った37箇所の指摘事項っていうのは、これ全部別項目の問題点です。海外発注したなぜ、あ、これはいいや、ちょっと飛ばそう。本当に本当に申し訳ないけど、ルーム6から明日の正午まで、明日っていうのはこれが1日前だから、まあ17日の話かな、今日のことかな、正午までにまともな回答が来なかったら明日正午に Steam 版をフルボイス版を先行してリリースします。さすがにこんなミスだらけのゲームの方を先にユーザーに出してしまうわけにはいかないので、僕の信念に反する。本当よくわからんのは、すでに Steam 版で構成や完成されたものがあるのに、なんでそれをベタ移植する作業でこんな単純なミスを繰り返すんだ。絶対に対象テイクとかしてなかったでしょう。まあぶっちゃけルーム6、今同時進行を抱えている案件が多いから優先度が低くなったんだと思うわ。同時進行で多数の制作を抱えて、作が崩壊するアニメのパターン、本当人の大事な作品を預かっていることを責任持ってくるよ、普通に泣いてるよ今、というね、結構長いね長文というか、まあ連投されて、あの一応問題点を指摘されている。多分ファンの方であればこの方のねツイートを見てこういうあの状況を確認していると思います。ただこれもね、この後ちょっとあの穏やかになった状況でね、どれだ、これか、これですね。とりあえずこのまま切れ続けている場合ではないので、今から徹夜でスイッチのミス箇所を洗い出します。スイッチ版はパッチ修正を迅速にしてもらうか、可能なら発売延期を視野に入れていますとね、こんな感じのコメントされて、まあとにかく、スイッチ版を購入した人にも完全に満足してもらえる状況まで引き上げますのでよろしくお願いします。現状だとダメな箇所も多いのですが、もろもろのベースクオリティはいいので、ミスとバグ取りが完了すれば素晴らしいものになると思いますので、という感じでね、まあまあまあいろいろと他にもまだコメントされているんですけども、まあこういう感じ、あ、これがあるな。
とりあえずルーム6さんにはちゃんとバグの対応してもらえそうなので、僕も責任を持って一緒に修正作業を進めてゲーム完成させます。まあ、こういう、ね、いろいろコメントがあって、まあ完成するんだったらいいかって思うかもしれないんですけど、で僕のね個人的な経験で言うとね、あのゲームの開発において、まあ、デバッグしないっていうのはないし、まあ、デバッグ、まあ家庭用ゲーム機とかでもね、そのそこそこ、まあまあ、パッケージ版を最初から想定してるゲームじゃなかったってところとか、あと今のねこのダウンロードパッケージで同じものが出るような状況を見ると、まあまあ、僕がね開発にすごい関わったことに比べると開発現場っていうのはすごい人が少ないのかなと思うんだけど、ただ僕もねちょっとこうオンライン的な、まあ要は開発現場に行かないで開発に関わった時にもね、あの何回ね行ってもこう修正されないっていうかね、みんな言い訳してね、あの放置されていて半年ぐらい経ってやっとその僕が言ってるものを皆さんが開発現場のねあの人たちが気づいてバタバタやって、その後のプロジェクトが頓挫するっていうね経験をしてるので、まああれですよね、その現場の担当者が舐めてたっていうことも考えられるかと思うんですよね。ただ僕が見てて思ったのが、このルーム6さんのところのさっきのツイートのところのそのなんか現状の報告のねあの文章っていうのはルーム6さんのサイトの方に掲載されていて、まあそれでそれが転載っていうか、まあニュースという形で各ゲームニュースサイトに掲載はされてるんですけども、一方の公式サイトっていうのをこのルーム6さんのが作ってないようなので、あの元々のその作家さんが作ってる公式サイトみたいなのがねあるんですけど、そっちの方にはそのバグ状況は載ってないんですよ。ちょっとここはねマイナスだと思うんでね、なんか多分何かしらの形でそのなんだろうな、スイッチの情報が載ってるね公式と思われてしまうような、まあ公式なのかもしれないけど、そこのサイトの方にもちょっと不具合状況の報告リンクとかをやった方がいいんじゃないのかなと個人的には思いました。まあ、とにかくねこれはちょっと作家さんの方はとりあえず1回はまあ大人の対応ってところで収まった感はあるんですけど、まあ、その一方でねこのルーム6さんの方はあのちょっとこれはあのなんだろうな、その個人のね作家さんとのこの兼ね合いっていうかこのつながりというところから考えると、もうちゃんとねこう対応しないと今後いろいろな意味でピンチになるんじゃないかなという心配はあります。まあねここにはちゃんとねまた今後さらなる、原因究明と再発防止に努めたいと思いますって書いてあるんですけど、まあ正直ちゃんとチェックしてなかったでしょうというぐらいにしかならなくて、まあ何をどう言ってもその製品になってるものっていうか最終ロムをねチェックするっていう、見てれば多分分かるようなバグだと思うんですよ。なのでねそこら辺はねまあなんだろうな、まあ多山の石とかいう話でもなくね、ちゃんと皆さんねゲーム開発現場の方々ちゃんとこうチェックしてマスターアップしてで正しいものをあので出しましょうね。でなんだろうな、こうロムが届いたら、まあ、製品版が届いたらね、まあ作家さん、まあ、でも普通作家さんにレマスター出る前にチェックしてもらうと思うんですけど、まあ、いずれにしてもねまず自分でチェックしてね、自分の会社でねチェックして作家さんに気づかれる前にもう分かるだろうと思うんでね、そこら辺も含めていろいろ抜けてるなというふうに思った事件でした。はい、まあね僕も今ちょっと思ってるのが、まあ、あのまあ、サイトでチェックね、このチャンネルでやってるんでね、面白そうだなゲームだなと思ってたんですけど、あのすいません、この事件っていうかこの状況を見て逆に欲しくなりました。かといってそのなんだろうな、不具合状況、まあいずれ治るからねそれを買ってもいいんだけど、ただそのなんだろう、ルーム6っていうところの仕事のやり方に対してこう賛同してるわけでもないので、それを買ってもいいのか、でも作家さんのことを考えれば今買ってもそのいわゆるなんだろう、バグ修正後に買っても同じだからね、だからどっちがいいのかなとよく分かんないんだけど、ただいずれにしても昔のゲームのようにねバグ回収されて修正版が来ていて、そのバグ版がちょっとプレミアつくとかねあの別物としてこう扱って価値が出るみたいな感じの状況にはなってないので、まあ、皆さんはね冷静にねあの冷静に状況を捉えてね一番遊びやすい環境で、まあパッケージいらない人はねダウンロード版が修正されてから買えばいいけども、まあパッケージ版の人は今買っておいても後で買っても多分ねあのバグフィックス版っていうこう再販はないと思うので、あの今買っても後で買ってもそれをアップデートしてあの最新版になる状況なので、あの
不具合版と通常版がね両方遊べる状況というのが今できてると思うので、あの気になる方はねぜひね、白流す島への帰還に、我々もね、無事帰還しようかなというところです。何のこっちゃよくわかんないんですけども、この動画このチャンネルにね、の評価をしていただける方はね、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さっきかんでした。